お待たせいたしました。福岡ソフトバンクホークス対阪神タイガース、この一戦をお送りいたします。ホークスの先発は左の笠谷、対するタイガースの先発はルーキーの川原、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなくプレイボールです。左の川原、マウンドに上がりました。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。1回の裏、これからホークスの攻撃に入ります。先頭バッターは正子、背番号64、初球ストライクからボール、投球はこれから3球目、ストレート見送ってストライク、投球これから4球目、チェンジアップ、空振り三振、低めの変化球でスイングアウトを取りました。背番号68、投げた、まっすぐ見送ってストライク、追い込んでいます。投げた、打ちました、ショート正面、アウト、これでツーアウト、ランナーありません。バッターは3番コラス、第3球変化球、空振り三振、コラス全くタイミングが合いません。最後は空振り三振で仕留めました。1回が終了しまして1対0、タイガース1点リードは変わり、2回の裏、これからホークスの攻撃に入ります。先頭バッターは指名打者長谷川、第6球は打ちました、内野ゴロ、森越ベースを踏んでワンアウト、これでワンアウト、ランナーはありません。ストレート空振り、投げた、ボール、第4球を投げた、打ちました、ナイスプレー、ボールはファーストへ、記録はヒット、記録はヒットです。1球目ストライクから決まってストライク、もう追い込んでいます。投げました、危ない球、第4球を投げました、ボール。さあ5球目、インコース、空振り三振、バッターは7番川瀬、第3球を投げました、危ない球、次は4球目、投げました、打った、小畑下がっていった、左中間へのヒット、ボールは中継、川瀬ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。投げました、ボール、第5球投げた、ボール、投球はこれから6球目、打った、ファールボール、次が7球目、ランナー自動的にスタートします、打ちました、ヒットになります、ライトバックホーム、ホークス1点返しました、クッキータイムリー、タイガースなおもピンチが続きます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは9番増田、第3球を投げた、打った、流し打ち、ファール、次が4球目、投げた、チェンジアッパーボール、アウトローへ、投げた、空振り三振、バットアウト、川原三安がうなります。リプレイをご覧ください。2回が終了しまして2対1、ホークスこの回点を返しました。ホークスこの回は打順よく1番からの攻撃、トップバッターは正子、今日の第1打席はスイングアウト、第4球を投げた、打ちました、ショート右横のゴロ、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番三森、最初のバッターボックスは打ちました、引っ掛けた、フラフラッと上がった、取りました、これでツーアウト、ランナーありません。バッターは3番コラス、ストレート、空振り三振、最後はスイングアウトの三振で仕留めました。序盤終了しまして3対1、タイガース2点リードは変わりません。4回の裏、これからホークスの攻撃に入ります。先頭バッターは DH の長谷川、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。投げました、危ない球、投げました、打った、引っ張った、一塁線フェアだ、長谷川いいバッティングを見せました。バッターは5番田代、さあ次の投球、ストレートはボール、アウトコース低め、投げました、危ない球、第4球を投げました、打った、右中間へのフライですが、右中間へのヒット、センターからサードへ、田代ナイスバッティングです。ピンチを広げています。まっすぐ空振り、これで追い込みました。第3球を投げました、縦のスライダー、空振り三振、江川全くタイミングが合いません。先ほどのプレーです。今日は安打を放っています。バッターの川瀬、第3球はランナー走った、これはストライク、キャッチャー送球、二塁セーフ、ランナーを進められてしまいました。さあリプレイです。
第4球を投げた、ストレートはボール。第5球投げた、外れてフォアボール。タイガース1点差に届かず敗れました。ご覧のように福岡ソフトバンクホークスが勝ちました。本日の勝ち投手高橋純平、負け投手。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。